今日はトランスフォーマースーパーリンクのブルーティカスのアドオンキットであるファンズプロジェクトのクロスファイヤーのレビューをします。こちらはサードパーティーで老舗のファンズプロジェクトのこの前紹介したウルトラマグナスであるとかロディマスコンボにつけるやつの後ろのコンテナ部分の合体するやつの後に発売されたやつですね。スペリウムのアドオンキットの後で非常に完成度が高くてしかもかっこいいです。元々の商品も決して悪くはないんですが、元の状態だとこのようにヘリが2つと戦車が2つになってしまって、ね、ブレストオフとスインドルがいない状態だったので、それを補うために発売されたのがファンズプロジェクトのこの商品です。まあ、これをつけてしまうと逆にこの2つ余ってしまうんですが、まあ、それに関してはまあ余った武器を、このようにすればかっこいいと思いますね。こちらの方もまあ、このようにくっつけとけば、まあ、かっこいいですね。まあ、これが説明書通りに配置しているんですが、実際にはこの戦車が遅いんで、これを乗せて、まあ、ブレストオフが飛んでればいいと思うんで、まあ、こういう感じになると思います。それではまずは、ブレストオフを発射形態にしていきます。まずこの辺を全部移して、ここを外して、ここも外して、両足を左右にくっつけます。そしたらこれを外して、この芯を反対側に持ってきて立てて、そしたらここに立てかければスペースシャトルの発射モードですね。この時先ほど外したこれとこれが余ってしまうので、まあ、これはこの辺に乗せて、まあ、これもこの辺につけておけば一応余りがないですね。ブレストオフっぽい人のエクスプローラーを変形させていきます。まず翼を閉じて、このパーツをこのパーツをちょっと上に持っていって、ここの部分をロックを解除して、ここにはめ込みます。そしたら足を開いて、この尾翼のパーツを取り出して、つま先を展開すれば下半身の完成です。そしたら腰のロックを外して、機種を後ろに折りたたんで、手をこのように
このロックを外しながら、この部分の外装パーツだけ反転させて手を伸ばします。反対側もここのロックを外して外装パーツだけ回転させて腕を伸ばして、あとは胸のパネルを開いて頭部を出して締めて武器を持たせれば完成です。こんな感じですね。可動範囲は首がボールジョイントで、手もボールジョイントで、ここもボールジョイントですね。拳は回らないです。腰も回転して、足の付け根がボールジョイントで、膝が曲がります。つま先もボールジョイントですね。それではスインドルっぽい人のマニショナーを変形させていきます。まず武器を外して、この部分を、まあ、足ですね、足をこの気をつけながら伸ばして、この膝のとこをちょっと開けて、反対側も膝のところを開けて伸ばして、この黒いパーツがかかとです。広げてあげれば下半身の完成です。そしたらこちらを倒して、腕がロック外して、ここを伸ばします。反対側もロックを外して、そのまま前に持って伸ばします。パネルを開いて頭部を出して閉じて、武器を持たせれば立たないと思うと、ここを縮めてあげると立ちますね。忘れてました。マニシノラのロボットモードです。可動範囲は首がボールジョイントで、腕の付け根がボールジョイントで、肘も二重関節のボールジョイントですね。で、腰が回転して、足の付け根もボールジョイントで、あとは軸可動ですね。